農林水産大臣政務官は日本の農林水産省を担当する大臣政務官。農林水産省が所在する中央合同庁舎第1号館中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編に伴い2001年1月6日に設置された。同日付で第2次森改造内閣が発足し衆議院議員の金田秀幸と参議院議員の国井。 正幸が任命された。政務を担当し、農林水産大臣を助けるとともに、特定の政策や企画に参画する。国家行政組織法に基づき、定数は2名で運用されている。ただ、常に2名同時に任命するわけではない。第1次、小泉内閣では、衆議院議員の岩永峯一と参議院議員の国井、正幸が任命された。しかし、 2001年9月21日に国のみ退任し、公認に参議院議員の岩永博美が就任している。同じく第1次小泉内閣にて2002年1月8日に岩永峰一のみ退任し、公認に衆議院議員の宮越光弘が就任している。また、官第2次改造内閣では衆議院議員の田辺正代と松木健康が任命された。しかし、 2011年2月24日に松木のみ退任し、その翌日公認に衆議院議員の吉田孝一が就任した。ありがとうございます。